ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。あ、そういやさ魔理沙。準惑星ってあるけど、惑星みたいに衛星ってあるの？もちろんだ。現時点で確認されている準惑星の中で、最も多いので5つ。そしてそれは冥王星って話なんだよ。結構身近。いや、別に近いわけじゃないけど、知ってる中にあった？でも準惑星の衛星だし、そんな大したことないんじゃないの？確かに、サイズという観点では大したことないのかもしれない。でも冥王星を、宇宙を知るためという観点なら、とてつもなく大きな意味を持つんだ。そうなんだ。今回スポットライトを浴びせる、冥王星の衛星の一つ、スチュクス、もその一つだぜ。ちょいと話をさせてもらうとするかな。いいね、面白そう。それじゃあゆっくりしていってね。さてさて、じゃあまずはスチュクスって天体が一体どのようなものかについてから解説したいと思う。もちろん霊夢は知らないってことでいいんだよな。まあね、冥王星に衛星があるのって知ったの最近だし、カロンしか知らないし。カロンは第一衛星だな。第2から4まで順にニクス、ヒドラ、ケルベロスとあって、第5衛星がスチュクスになるのさ。最後に見つかったってこと？一体何年頃に見つかってるのかな？1978年にカロン、2005年にニクスとヒドラ、2011年にケルベロス、そしてスチュクスが発見されたのは2012年となるんだ。カロン以外の衛星は随分最近に見つかってるんだね。そんだけ後になったってことは、衛星自体がめちゃくちゃ小さいってことかな。正解。まあ小さいってだけが、発見が遅くなった理由じゃないんだけどな。うん、それ以外に理由なんてあるの？スチュクスってめちゃくちゃ暗い天体なんだ。撮影するために、わざわざ明るい冥王星とカロンをフィルターで現行した上で撮影をして、初めて存在が確認されたのさ。そこまでしないとわからないほど暗いってことね。そんで、この方法はケルベロス発見時にも行われているんだけど、実はスチュクスってケルベロスよりもさらに暗い天体。つまり、冥王星の今のところ見つかっている衛星の中で最も暗い天体であるため、この方法以外で撮影しても発見は困難だったとされているな。ハッブル宇宙望遠鏡に搭載された光子やカメラ、ワイドフィールドカメラ3、通称 WFC3、という、可視光領域の画像を撮影するための最先端の技術を施されたカメラで撮影されているぜ。2009年に、広域惑星カメラ2から取り替えられたんだ。なんか聞いた感じで高性能ってわかるよ。そんでパシャッと撮って確認か。一枚撮りで見つかるわけないぞ。2012年6月26日、27日、29日、7月7日、9日に撮影されて、ようやく存在が確認されることになったのさ。そこまでやってようやく見つかる天体なんだね。逆によく見つけたよ。ところでさ、そんだけ見つけるのが難しいってことは、やっぱりそれなりに小さいんだよね。まあな。大きさは、直径10から25キロメートルくらいだと予想されているぞ。え、小さいどころの騒ぎじゃないじゃん。そんなの小惑星でしかないよ。まあかなり小さいな。冥王星の衛星の中では、今のところ最も小さいと考えられている。ここで疑問なんだけどさ、なんでそんな小さい天体が衛星って扱われるの？スチュクスなんて、それこそ隕石とか水星とかその辺のレベルでしかないじゃん。衛星にも小惑星にも水星にも定義ってものがあって、スチュクスはきちんと衛星の定義に当てはまってるから衛星ってことになっているだけだぞ。定義？そこに大きい小さいは関係ないの？ああ、そんなこと言い出したら、ムーンレットって呼ばれる土星の衛星 S2009S1 なんて、直径300メートル程度しかないと考えられているんだから大きい小さいは関係ないと言っていいな。そうなんだ。もはや、その辺の石でも衛星になりそうな気配だね。ふむ、よくわかってなさそうだから説明しておくか。まず衛星も小惑星も水星も天体であることはわかるな。宇宙に存在している岩石、ガス、塵などの様々な物質が重力的に束縛されて凝縮状態になっているものを指すんだ。それだと小石は無理だね。そこは衛星も小惑星も水星も変わりないってことかな。だな。そんでまずは水星だけど、あれって太陽系小天体の一種で劣気とした太陽系の一員なんだ。つまり普通に太陽を公転していて、地球に近づいた時に騒がれてるだけの話。え？ってことはハレー水星とかまだ存在してるの？してる。このあたりは別の機会でな、あんまスチュクスと関係ないから。わかった。
じゃあ小惑星は？普通の惑星より小さい、惑星と同様に太陽の周りを公転している天体だ。特徴としては、自重がなく重力が小さいために歪な形が多いってことだ。水星もこれに当たるぞ。あ、つまりは惑星ほど大きくない天体で太陽を回ってれば小惑星ってことになるんだ。そういうことだ。そのため、大きさによっては準惑星に昇格するかもしれないぞ。なるほど。そんで衛星は？衛星ってのは、その惑星や準惑星、小惑星の周りを公転する天然の天体だ。つまり、太陽を中心としているわけじゃなくて、地星を中心に公転しているのが衛星ってことだ。ああ、わかった。ようやく理解した。だから冥王星を回るスキュクスは衛星で、そこには大きい小さいは関係ないってことね。ただし、天体でなければダメだぜ。ちなみに、土星の輪とかも土星を回ってるけど、あれは水の氷であって天体じゃないから衛星からは外れる。そういうことか。長年の謎がようやく解明された気がするよ。意外とそういう疑問は少なくないと思う。衛星って言うと、どうしても人間は月を基準にしがちだから、それよりもはるかに小さいと、うん？ってなるわけだな。まさにそれだった感じだわ。でも、どのみち小さいからあんまり見つける意味とかなさそうに思えるけどね。そんな衛星と言われてもピンとこないレベル、そして発見すら疑問視されるようなスキュクスだけど、これの発見により冥王星付近の脅威を探れるという可能性があることが、全くと言っていいほど知られていない。どういうこと？まずカロンをはじめ、スキュクス含む冥王星の衛星が現れた理由ってわかるか？確か巨大隕石が衝突して、その時にめくり上げられた天体のいろんなのが飛び散って、重力とか何かでくっついて衛星になったんだよね。そうそう。それをジャイアントインパクト説って言うんだけど、月ができた理由もこれなんじゃないかって言われているぞ。でもそれと、冥王星付近の脅威って関係あるの？そんな出来事があったのって、もうとんでもなく昔の話なんじゃないのかな？そうだな。それこそ地球が誕生した時期あたりと言われているな。でもな、実はその頃に起こった隕石の衝突でめくり上げられた何やらってのが、未だに冥王星の周囲を高速で漂っている可能性が高いみたいなんだよ。そんな昔の破片とかが今もぐるぐる回ってるんだ。ちなみに高速って言ったけど、どのくらいの速さで飛んでるの？時速 50km くらい？秒速 13km と考えられているな。時速に変換すると 46,800km だ。三つも桁が違った。そんなのぶつかったら、こっぱみじんになるでしょ。そこなんだよ。もしそれが人工衛星にぶつかったとしたらどうなると思う？壊れるっていうか、風穴開いちゃうよね。風ないけど。でも、何も知らなければそんなものが飛び交ってるなんてわかるわけもない。だが、カロン以外の衛星を見つけることでそういう微小な破片などの動きなどを把握することにつながり、事前に危機に対して回避行動や予防ができる可能性が高まるとされているのさ。そりゃ必要だわ。この発見めちゃくちゃ大事だよ。むしろ必須。だろ？特にケルベロスとスキュクスはそういった微小な破片に近い存在のため、よりそういった脅威の把握につなげやすいと言えるだろう。些細な小惑星程度くらいにしか思ってなかったのに、めっちゃ重要度高かった。それでも、世間的な認知度はゼロに近いけどな。そんで、このスキュクスの物理的性質についてなんだけど、そもそも天体自体が画像を見たところで非常にわかりにくい。めちゃめちゃ暗いんだもんね。むしろよく発見して、撮影までしてくれたほんと。天文学者の執念に乾杯だな。そんで、スキュクスが暗いのは視等級が 27.0 等級で。視等級って何？字面でなんとなくはわかるんだけど。天文学において、天体の明るさを表す単位を言うんだ。等級の数値が小さいほど明るい天体であることを示すのが特徴で、0等級よりも明るい天体もあってその場合は負の数値も用いられるんだぜ。つまり、上限下限がないってことかな。その解釈で合ってる。ここで尺は取れないからざっくりいくけど、ボブソンの式ってのがあってそれによると等級が5小さくなると明るさが100倍になるんだ。あ、これ絶対に難しい話になってくやつだ。もうほんとざっくりでいいよ。じゃあこの辺にしとく。まあこれからどんな天体が見つかるかわからないし、太陽とか地球人視点で最も輝いている天体をゼロとして上限にしてしまえば、それ以上が出たらどうすんだって話になるしな。冥王星も結局そうだもんね。最初は惑星だったのに、後付けの準惑星になっちゃってさ。
その辺を意図してかどうかはわからないけど、死闘級に関しては大丈夫だろう。そんな中、スティクスってのは 27.0 闘級に該当するんだ。どの程度くらいのかピンとこないなぁ。ハッブル宇宙望遠鏡で観測できる、最も暗い天体で 31.5 闘級。そんで、冥王星の明るさが 13.65 闘級。といえば参考になるかな？恐ろしく暗いってことは伝わったよ。でもそれが何なの？で、このようにめちゃくちゃ暗い天体だってことで、直接画像から直径を測定することができなかったんだ。それだとどうやって直径10から25キロメートルって割り出したの？明るさとアルベドからの推定だよ。アルベド？天体の外部からの入射光に対する反射光の比なんだけど、簡単に言うと太陽光が反射する光が多かったらアルベドが高い。太陽光が吸収されてあんまり反射しないならアルベドが低い。って表現されるぞ。あれ？何かおかしくない？スティクスって暗い天体なんでしょ？なんでアルベドで推定できるの？反射なんて全くしてないでしょ。ところが、これは冥王星全般の衛星に言えることなんだけど、スティクスも例に漏れず比較的このアルベドが高いみたいなんだ。ちなみに推定だけど、0.04 から0.35 とされているな。暗いのに反射する。なんだかよくわかんないなぁ。宇宙において、太陽の光を反射する何かがそこにあるってことになるんだけど、それが何かわかるかな？鏡があるわけじゃないだろうし。反射、わかった、氷だ。正解。天体としては非常に暗いものなんだけど、氷があることでアルベドが高いという特徴があるんだよ。そしてその氷が何かっていうと、もしかすると水の氷かもしれないって考えられているんだぜ。これについてはケルベロスも同じみたいだ。まあ、そんな天体に氷があるって面白いけど、別に特段謎のようには思えないなぁ。何言ってんだ。さっき冥王星周りの天体はジャイアントインパクトによって発生したって話をしただろ？もしこれらの衛星の表面に水があったとしたら、冥王星の地下に海があるって説の裏付けになる可能性があるんだよ。そういえばそんな話あったね。外に出てしまったこと、そして太陽が非常に遠いことで氷になってしまっているけど、これらをもっと深く調べれば冥王星内部の解明につながるかもしれないぞ。ちょっとした衛星なのに、そこまで強いつながりがあるとするならそれもあるかもしれないね。そうなんだ。だから脅威を探るって観点だけじゃなく、冥王星の解明って観点でもスティクスをはじめ、他の衛星たちも非常に重要な役割があるじゃないかって思うんだよ。でもさ、次回冥王星近辺を探査するのっていつ頃になるの？それが未定でな。お金はかかるわ、調べてもお金にならないわで、結構渋られているところがあって。現実は厳しいね。唯一ニューホライズンズのみがこの辺りを探査しているんだけど、後続がなければこれ以上わかることが皆無になるから、余裕があればぜひ衛星を飛ばしてほしいと思う。ということで今回も、ご視聴ありがとうございました。